雨やぞ。雨やぞ。おはようございます。早く屋根。屋根のところ。なんだ、また沖縄まで来て、キャンプ取材してんのに。いや、今日、スケジュールが空いてるって聞いたんですよ。だからもう飯行こうっちって、普通に。はい、で、そうやと、うん。1年前ちょっと思い出したんですよ。うん、焼肉、うん、あったじゃないですか。うん、もう1年だ。俺だって一流解説者やったやろ。カルビロース、波状、違い、分からんわけないよ。逆に、3000円の上タンは B です。最高のがもう最高級、3キロしか取れない味がしてます。いや、この時ひどかったな。いやみんな忘れ、俺一流 YouTuber だったと思うで、わざと全部外すっていう。鏡や、 YouTuber としての鏡やろ。わざとやで、やらせばちゃうから、やらせやで、全部わざと外してる。言いましたね、 YouTuber ってやっぱやらせもありやろ。いや全部リアルっすよ。そうだ、リアルを届けてるんですよ。いや俺はあれをあえて間違えたんで、そう思う、そっちの方が面白いだろうと思って、俺は企画のために俺は自分を犠牲にした一流 YouTuber としての俺鏡やつ、わかる、わざとやで。でまだやんの、はい、ということでちゃんとやんでじゃん。いや、さすがに1年後は、うん、下の感覚は、いや嘘だって、わざとやっちってんの。あほー、感覚とかないね、わざとやで全部あれは。演技だ。言いましたね。今1年経ったからもう時効やから言うけど、はい、わざとやから外れるわけないや、俺がわざと間違えてるんやっちってんの。演出やろ、ちゃんとやんで。そう、全然面白くないパターンでいい、ちゃんとやっていい、やらせと言い訳なしでいいですか、ちゃんとやっていい。いいっすよ、そう面白く、動画として再生回数回らなくて面白くもなってなくてもいい、いいっす、いい、いいっす、知らんで、うん、全然面白くなかったなってコメント欄に来ても知らんで。いいっす、いいっす、うん、あ、じゃあもう一回やりましょう。じゃあ別に、まあちゃんと当てれるけどな、今日はここ牛骨、うん、はい、ここね、はい、普通に食べるだけかと思ったけど、まあ、そんなに甘くないですよ。いや、そんな別に普通になってみるから、わざとやから、わざと、わかるね。いきましょう、うん、里崎チャンネル。さあ、ということで店内に来ましたけども、前回と一緒でタン、ロース、カルビの3連戦。まあ得意な分野やな。ちょっと安心してる、わざと違う方選ばなくてもいいやっていうこの心は正直になろうっていう、うん、1ミリも不安要素ないないでしょ。だからタンがタン塩と上タン塩で、どっちが上かね、はいはい、で次がロースが並上特選、うん、でカルビも並上特選で、まあやっぱり一流プロ野球解説者としての肩書き、口で勝負してるからね、食べるのも。いやよかった、今日ちゃんとしていいやな、ちゃんとしましょう、うん、ちゃんと。まずはじゃあタンのタンと上タン賞ね、はい、うん、じゃあどうぞ、じゃあいただきます、うん、どっちがどっちかちょっと僕もねまだ見て、それ聞いてないんで分かんないです。分かるやろ。じゃあ自分の好きな派遣だよ。え、俺が焼いていいの？いいっしょ。どうやって食べるの？じゃあ焼き終わった後に目隠ししてもらうんで。あ、そうなんで、お口に入れますよ、うん、これで言い訳は、もうこれで、いや言い訳は無事でいかないかんのよ、ブロッキング。これはもうね、普通のタンだから、はい、正解です。いや、そりゃそうだよ、これ見てわからなかった、これで果たしてたらもう。いや、美味しそうだね。えっ、じゃあ、こちらを、うん、いや、もう全然おもろない企画になるな、本当。今日普通に食べれば痛みだったのに。では、一つ目、スプーンなんでそのままの口に。あ、こっち？はい。ちょっと簡単だったかな？うん、もう分かったわこれ。もう分かりました。全然じゃあ。全然。はい、じゃあ次。さあどうぞ。はい。全然ちゃうわ。これはもう旨味がギューってくることによるこの繊細な味な。やっぱり上タンになってくるとね、うん、しっかりこのタンがこうベロがブリーンって凝縮してるわ、うん、それが違うかったんですね。全然違う、やっぱり全然違う、うん、
大谷と里崎ぐらい全然ちゃうぞ、やっぱり。ちょっと僕はそうですね、じゃあ上を、上端は、だから最初が A で、あとが B ね。 OK です。では、里崎さん、上端子は A を浴び、どちらでしょうか。B です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、全然違う。正解。よし。おー、ちょっと違うと思うし。いやいや、違うね。もういいですか、これと。はい、いいですよ。でだからちゃんとやったらできんねん、知ってんねんから。全然違いました。去年から知ってる。去年からそれ外すやつおらへんねん。具体的にどんな違いがあったんですか。やっぱ滑らかさも、上の。あ、やっぱりね。うん、全然これはさすがに外さない。どれも外さないから、どれもちゃんとやったら。だから つまんないですよっていう。自分でやるとこがわかってほしいんですね。あえてちょっと一つだけ焦げ目を多めにしてとか、うわーにしてとか。あららら、あららら、賢いな。ちょっと何なんそれ。すぐにそういうのできるから。なんかできんの。繊細も、そんな味でわかんねえ。だから焦げ目がついてる方が普通のタンや。そうね、焦げ目がついてる方が普通のタンや。まあ楽勝やな、やっぱ。いい、いい、もう一回聞くで。ちゃんとやっていい。いい、正解当てていい。そうでしょ。いい、面白くなくなるで。全然。もう現時点でも、視聴者の人は全然おもろないって言ってんで。演技した方がいい、やっぱり。まずタンは分かりますもん、誰でも。どれも誰でも分かる。俺レベルになってくる。じゃあ次は、2つ目。じゃあ次、ロース、上ロース特製やな。はい、じゃあ次はロース。もうやっぱこの店はやっぱいい店やから、違いが分かるね。しっかり出してくれ、やっぱり。そのだからもう多分このロースもさらっと当てるで。3連打。3連打当てなかったらね。いやだ、楽勝やって。口で生きてんねんで、べしゃりと。口で生きてんねんで、べしゃりと。俺やりに、別にどっちでもいいけど、なんか俺の焼き方がとかって言ってなんか文句言い出すよ。そこでインチが。じゃあ僕が焼きますわ。じゃあいいよ。ここは。カチカチやめてや。カチカチ。真剣にやったら当たんねんて、そんな。全然ちゃうねんて。全部外すって逆に難しいと思うやろ、見てて。それなんでか分かる？わざとやから。前回のも分かってはいた。いや、それ分かるやろ、やっぱり牛さんやろ。いきますね。1個目、これね。はい、ちっちゃいな。大丈夫ですか。覚えましたか。今のがもう波なのか上なのか、もう特典なのか、もう現時点で分かってるから。大体分かってますか。お待たせしました、里崎様。はい、こちらが B です。どうですか。まあ、濃縮されてるね、牛がね。牛がね、牛ってパワーって感じですか。やっぱでも今の時点で A と B ではやっぱ全然違う。もうこれぐらい違うだよ。おお、どうぞ。こちらが C ですね。これ C？ はい。はい、どうでした。一番目はどんな感じでした。 A？A をね、ギューって感じ。おー、わかりやすいですね。B はギューって感じ。おー、ギュー。 C はギューって感じ。あの、今の表現でちょっと、うん、分かった。それが違うかったと。全然違う、もうこんなの一瞬でよかったよ。味を知る男やで。去年も全部当ててんねんで。すいません。特上は1人前3000円です、上ロースは2500円、ロースが1500円だと思います。 OK、 はい、じゃあどうしましょう。じゃあ A からいくよ。じゃあ A、 じゃあ全部言うね。はい、 A は A 特上、 B 並、 C 上です。完璧です。全然違った。肉の甘みが違った。そういうこと。質がね。ファイナルアンサー。それ以外は考えられない。残念。あれ、牛泣いちゃってますね。残念。残念。残念。これ。そう。え、嘘。
ろお前。あひどい。え？違う。違います。A がまず、うん、上です。おで B が、うん、特選です。C がロースです。A 特上、B 波、C 上です。全部違う。全部違います。ぐっちゃぐちゃです。ぐっちゃぐです。お願いします。A が上で、B が特上なの。はい。で C が普通。はい。A はねギューって感じ。B はギューって感じ。C はギューって感じ。面白くなったやろ。ああやっぱりな。いやじゃあ焼き肉って言ったらさ、タンとカルビやろ。ロースとか頼まへんで普通。油は美味しかったですか。うん。で俺やっぱ子供の感覚持ち合わせるからタンとカルビやるな。じゃあロースは分からないか。さあ、じゃカルビね。はい。やっぱカルビはもう最終ですからねこれ。焼き肉の王様やから、はい、カルビは。じゃあ行きましょう、すいません、お疲れ、まず分かる、まあ、最後はな、まあ、最後はっていうか、まあ、落としてあげて落とすってやり方だ最初牛タンで、いや今年は全部当てるんやっていうところでわざと演出作ってロースでわざと外して、でみんなの期待を煽っといて最後当ててちゃんちゃんみたいな感じだから、きっちりね。聞いてんのお前ら、返事せえへんけどな。どこ、はい、そのままやってますよ。とろける甘さやな。とろけてますか。うん、油の広がりが今余韻いいね。あ、残ってますか。うん、残ってる。いい肉やこれは間違いなく。もう牛のリップクリームになってる。おお、うん。牛のリップクリーム。うん、プルンプルンしてるよ。じゃあ二つ目。うん、じゃあ B。はい、なんか赤身がしっかりしてるイメージあるけどな、これは。じゃあ続いて最後です。これ C だね。はい、 C です。さあ4つ食べ終わりましたね、うん、A はどんな感じでした。 A はギュッて。ギュッて、うん、B はギュッて。 C はギュッてやっちゃう。こっちが、この間違いわかるかな。オッケー。では、うん、野崎さん、あ、もういいですか、うん、な、A からいくよ。はい、A。 波上特上や。 A が波、うん、B が上、 C が特上、順番や。おお、もう答えにしないと。あ、これや、もう全然違ったわ、味のハーモニーが。見えへんから、見えへんから見えへんからはい、ああ、ありがとうございました。残念、残念。うわぁ、ガチっすか。 A が特徴、 A が特徴です。 B が特徴、逆波上特徴や。特徴、特徴波ですね。はい、今年も佐々木さんは安く上がるのどこでした三流目です。三流目、三流。だからやっぱ俺やっぱ節約してるね。ということで佐々木さんは三流解説です。じゃあ今回はね、時間の都合上、うん、あれさせていただきますね、うん、カルビ3種類、うん、これ一番最初はこれです。はい、じゃあ、はい、はい、どうぞ。いきます。あー、あのね、やっぱり肉の旨味がね、うん、口に残るんですよ、うんうん、あ、で、終わった後のこのリップクリームって言ってたのもよくわかるし、うん、まあ、でもただこれが どれかちょっとわかんないんですけど、うん、確かにすごいですね、こう肉のすごい旨味が残ってますね、うん、わ、すごい、うん、
楽勝っすね。そうだ、ズルなしですよ。同じやつ、同じやついるんですか、吉田さん。性格悪い。続いてはこれね。はい、こちらですね。うん、はい、はい、全然違う。申し訳ないけどこれ簡単やわ。これ間違いではないと。絶対間違いない。絶対に間違いない。じゃ最後、はい、いただきます。あ、うん、はい、終わりました。 A は、 A が特上です、うん、で B が、うん、波って言うんですよね、うん、波、うん、で C が上ロ、上、上カルビです、うん、特上、波、上、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念。マジですか、うん、え、ガチですか、うん、ギャリ、え、やっぱ A と B、A と C 逆でした。上、上、波、特上でした。そこも迷ったんですよ。残念。マジでギャリ、もうエラスに言えないからね。そうですね。ああ、色々見えないから。いやー、惜しかったー。いや、これはね、迷った。